はい、こんにちは。BF5 先行アクセス今日もプレイしてきます。で、マップがね、浜田ですね。で、チームデスマッチ。最近、コンクエストに疲れたんでね、まあ、30分くらいかかるんでね、あのゲーム1回が。なんで、サクッとできるチームデスマッチとドミネーションを中心にプレイしてます。浜田はね、前に1回コンクエストでやったマップかな。遺跡部分を切り出したのかな、チームデスマッチ用に。はい、そんな感じで。じゃあ、使う武器は STG44 使ってきます。で、こいつ、なんだっけな、なんか、レベルみたいなのあったよね。カスタムみたいな。全部とカスタムつけて、右側のやつにしたのかな？なんか、結構精密射撃と横ブレ、縦ブレを抑える、カスタムを施しております。で、ベータテストの時と比べてね、STG44 はやっぱね、ちょっと弱くはなっている。具体的にどこが弱くなってるかというと、精密射撃がね、しづらいね。特にあの遠距離。まあ、遠距離弱くしたっていうのはね、まあ、妥当だとは思いますね。もうめちゃくちゃ強かったんで、この銃。なんか、どんなに遠くにいてもフルオートでバコバコ当てれるみたいなね、すげえ性能しだって。さすがに今回の調整はまあいい調整だとは思いました。で、そうだね。横ブレが結構激しくなったんで、あんまり遠いと当たんないっす、フルオートしても。なあ、10発って2、3発当たるか当たんないかみたいな、そんな感覚ですね。私使った感じだと。まあ、前はね、当たった弾全部当たる、撃った弾全部当たるんでね、めっちゃ強かったんですけどね。まあ、しっかり横ブレが発生するみたいな。おっと、リロード。すげえ撃ってる。お、なんか STG44 エキスパート。なんか取ったぞ。おっと、後ろ。まあ、まだまだ中距離だとね、強いっすね。まあ、近距離だと、やっぱり近距離の強いサブマシンガンとかの方が、なんか、打ち合いではよくサブマシンガンに打ち負けたりとかはするんでね。なんか妥当な修正なんすかね、やっぱり。まあ、とはいえ全然使いやすいんで、STG44 しばらく使ってきます。あとなんかいろいろ、今さっき取ったエキスパートみたいなのをどんどん取っていくと、武器のね、パーツ、外装とか変えれるんでね。ちょうど今、なんかこの、金ピカにできるらしいんでね、それ目指して STG44 使いまくってます。まあ、そんな感じでね、チームデスマッチドミネーションやってるわけですけど、まあ、チームデスマッチはね、ひたすら敵を倒せばいいみたいな、そんな感じなんでね、あまり味方と協力しないでもね、ガスガス突っ込んでいこうかなって、そんな感じですね。で、このゲームのチームデスマッチね、まあ、BF1 の頃もそうだったんだけど、なんか敵の脇位置がよくわかんないんだよね。リスポン地点が決まってないんで、まあ、他のゲームと比べるとね、どこで湧いてるのか、どこにいるのかがよくわからない。だいたいどっから出てくるかもよくわかんないんでね、結構探すのが大事っすね。で、この上には確実にいる。はい、一人いた。倒してく。で、おっと、なんだ？スローイングナイフでやられた。味方。あ、来てるかな？助けてくれるかな、これは。おっと、助かりました。で、落ちてきたよ、なんか。あ、味方か。こんなところで戦ってもダメだ。外だよ。はい、そんな感じで、チームデスマッチやってます。やっぱね、索敵が難しいね。なんか、マップ、しかも今回ね、スポットできないから、そう簡単には。つうか、突撃兵じゃね、スポットできないんだよ、人体は。なんか、戦車とかだと、なんかね、スキルみたいな2つあって、歩兵、対歩兵っていうよりは、対戦車寄りのスキルがあって、そっちをつけるとね、戦車にダメージ与えたらスポットできるんだよ。まあ、そんぐらいですね。だから、要するにスポットはできないです、基本的に。索敵が難しい。どこにいるかが。あ、いきなり出てきた。そう、あんな感じでね、もう、どっから出てくるか全然わかんないんでね、探すのがかなり重要ですね。だから索敵スキルがすごい必要になってくる。勘とね、直感で、なんとか探していくしかないんですけど、私のね、索敵のやり方として、やっぱ声を聞くだね。なんかマップに味方のアイコンがない状態で、なんか声が、叫び声が聞こえんだよ。こっちだーとか、うわーとかなんか聞こえんだよね。そういう声が聞こえたら大体敵なんだよね。うん、これ今のは右の、左の仲間が発した声であって。うわ、すごいいるな。下の方にいるのか。結構ね、音で声を聞いて、その声の位置で、判別するっていうのは大事ですね。うわ、上か。嫌だな、あれ。めんどいな。明日、いるね。
あとはこうやってカバー入ってあげたりとか、銃声聞こえたらすぐそっち見てね、味方のカバーに入るとかして、サクッと。おっと、予想外だ、こっちにいるとは。うわ、打ち負けたか。まあ結構ね、体力勝負なところあるんでね、やっぱダブルキルトリプルキルするのなかなか難しいね。敵がしっかりしてくるとね、カバー入ってくるんで。まあ同時に、おっと、まだいいのかこっち。おお、びっくりした。敵か、敵じゃない、味方が。入れる入れる入れる、超いる。ん？うわ、そっちか、すげえじゃん。まず2,3 人いるよ。グレネード巻いて、ちょっとあそっから出れないかな。で、どうする、行くか、行ってしまうか。はい、撃てー。よし、ヘッド抜いた。これちょっとずつやっていくしかないかな。おい、あ、そっち、そっちもいる。いやー、上がれねえな、こんな危険なところ。カバー入るか。味方が蘇生してくれてる間、ちょっとこうやってね、カバー入るなりした方がいいです。で、あえて上に上がる。いたー。あ、しかもダブルキルしっかり取ってる。で、味方に。やっぱね、味方近くにいると心強いですね。まあ、単独行動好きなんだけど、割とこうやって味方と一緒に行動した方がいいかもしんない。あ、そっち？そっちにいる？あ、いた。いた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 。よし。あ、いいですね。いいね、こうやって横取っていく方法。おっと、後ろから。逃したか。ちょっと待って、リロードリロード。まずいまずい。あ、また入ってきたな。こっちいるか？あ、いた。おお、負ける。やられたか。うん、ちょっと頭狙った方が良かったか。80-42。結構余裕がありますね、今回は。で、結構やっぱ上ね、強いね。あの、撃つもやめるも、こっち手動になっちゃうから。やっぱ上取った方が強いっすね。おっと、わかんないな、もう。リロード挟んでいく。あ、いた。いたな。よし、頭抜いた。いたいたいた。当たんないな。当たらないな。まだいるね。いた。よし。どうしよう。おっと、今度後ろか。やられたな。から生きるか。さあ、敵の場所は一切わからん。左、割と左側から銃声が聞こえてくる。あっちに固まってる、もしかして。こっから見といた方がいいかな。あ、いた、いた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 。あそこか。え、しかも何、そっちもいる、もしかして。いた！よし。まだいたか。まあ、一人いたら大体ね、2,3 人はいるって思っておいた方がいいね。さあ、分隊から湧きたい。場所がよくわかんないな。こっちがいる？お、もうちょっとで終わりの音楽が流れています。この上にはさすがにいないか。どこどこ？あ、いたいたいた。ちょっと遠いんだよな。降りるか。いて。いた。ああ、マジか。やっぱ上強いな。もういい、場所の時点でもう開けてる。どうしよう、左から行った方がいいかな、これはもう。
距離詰めないと。ちょっと待って、コンソール。この裏にたくさんいるよな。よし、入るかも。いた。よし、一人まだいる。あ、終わったか。さあ、勝利。21キル。一番キルしてるのにポイントが高くないのはですね、多分上の方はね、きっと看護兵かな。味方を蘇生するとポイント確か200ぐらいもらえるんだよね。突撃兵で1位取るのってなかなか難しいですね、チームデスマッチで。まあ、チームデスマッチなんでね、1位取らなくていいんだけど。そんな感じでね、なかなか面白かったっす。まあ、浜田、このマップどうなんだろうな。結構ね、微妙なマップが多いって言われてるんだよね。平地とかが多くて。まあ、そんな感じで続きやっていこうと思うんで。また次回の動画でお会いしましょう。すげえ。全員21キルなのに。俺だけ6位。